統一左翼は、スペイン共産党を中核とする、政党連合の名称で、非、社会労働統計左翼勢力が結集して、結成された。2014年以降の代表は、アルベルトガルソン。1985年に行われた、ナトー残留を問う、国民投票における反対運動に参加した、PCE アソナイハン主流派、経済学者、ラモンタマネスの進歩同盟、 共和主義左翼などが結集して1986年4月に結成。結成直後に行われた会員選挙では7議席を獲得した。コンサーレス政権の経済社会政策に反対するため1988年12月14日に行われたゼネレストで IU への支持が高まる中、1989年2月に IU 創設大会が開催された。 大会大優は、政治的、社会運動として規定され、実質的な指導者にあたるコーディネーターには、PCE 初期長のフリオ・アンギータが選出された。また、同年10月に行われた、会員選挙では9%の得票で17議席を獲得、それまでの体調傾向に歯止めをかけることに成功した。1991年12月に行われた、 PCE 第13回党大会において、IU の正当化について議論がなされたが、アンギータ初期長がそれに反対したため見送られた。その後、IU は1993年会員選挙や94年、欧州議会選挙、96年会員選挙にて、得票と議席を前進させたが、2000年3月会員選挙では、国民党圧勝の煽りを受けて20議席から8、 議席に激減させた。以降の選挙でも統制は低迷し、2008年3月の下院選挙では5議席から2議席に減らし過去最低の結果となった。ガスパル・ヤマサレス代表は11月に辞任、12月の IU 連邦政治評議会にて、カヨララが55%の支持を得て、新代表となった。2011年11月、 国会議員の任期を前倒しする形で行われた総選挙においては、共和主義左翼、アラゴン主義連合、カタルーニャ緑のためのイニシアティブ、バツアレなどと選挙連合、ライスケールダプルラルを結成して臨み、選挙連合全体で11議席、統一左翼としては前回選挙を大きく上回る8議席を獲得し、躍進した。また得票でも71万余り増やし、 政権奪回を確実にした国民党が増やした得票55万よを上回る結果となった。この結果について IU 関係者は社会労働党に失望し左翼に期待する人が統一左翼に投票したと説明。同時に格差是正を求める5月15日運動参加者からも統一左翼に投票した人が生まれたことも語った。なおアンダルシアでは 5月15日運動関係者の一人が統一最悪から立候補して当選を果たしている。スペインで最も多い人口を有している南部のアンダルシア州にて2012年3月に行われた衆議会選挙で12議席を獲得、選挙前より議席を倍増させた。国政与党である国民党は第一党にはなったものの目標としていた過半数を得ることはできなかった。 結果を受け、カジオララ代表は、地元テレビ局のテレビ番組で、住民の多くは左翼による変化を望んだ。彼らは、欧州社会モデルや、機械の均等を守る方向での変化を望んでいると、述べた。統一左翼の組織構造構成員は3年ごとの連合大会で、地方組織の執行部を選出し、地方組織の執行部によって、全国指導部が選出される、 連合政治評議会と執行機関である連合執行代表部。そして日常業務のための連合常設委員会が任命される。その最高責任者がコアアギなどをゼネラルである。統一最翼第4回連合大会以降、組織は一つの職責において権限が集中することを避けるために一般職務と政治職責を分け、現在もこの分担制が続けられている。 統一左翼の代表責任者の名称は、コアーリなどをゼネラルである。結成以降の歴代代表は、以下の通りである、ヘラルド・イグレシアス・フリオ・アンギータ・タガス・パール・ジャマサーレス、カジョラ・ラールベルト・ガルソン個別の名称を持つ18の、地方組織として構成される、カタルーニャ州では関連のある組織である、カタルーニャ統一左翼、アルテルナティーバと連合している。 カタルーニャ州においては1987年から1997年の間関連組織はカタルーニャのためのイニシアティブであった選挙においてはカタルーニャ統一左翼アルテルナティーバと共に選挙活動を行っているバスク州では1987年から2011年までの間関連組織はバスク統一左翼イコール緑の党。 2014年現在の公正党派過去に参加していた、党派中 A、内は選挙連合での議席。中 B、議席の内訳は IU が8議席が1議席、JIS が1議席、EU a が1議席、IQF が2議席、THA が1議席。ありがとうございます。